ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのりかです。今回お届けするテーマはこちら、中間も嫉妬する日本の最強資源、日本経済の救世主となりうる海底熱水鉱床とは。実は日本の海底には膨大な資源が眠っているらしいのです。なんとそのポテンシャルや日本が資源大国を名乗れるほどなのだとか。一体日本近海には重要資源がどんだけ埋蔵されているのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。80兆円、いや途方もない金額ですよね。世界第3位の経済大国日本の2022年度国家予算が 107.6 兆円なので、その約 75% といえば金額のでかさが想像できるのではないでしょうか。ではこの80兆円は一体何の額なのでしょうか。実は日本に眠っている資源の価値なのです。これは凄まじい価値ですよね。日本の国家予算のほとんどを賄えちゃうってことですから。しかし日本は資源に乏しい国として有名じゃないですか。これは一体どういうことなのでしょうか。実際日本の国土ではほとんど資源が取れません。日本は国土面積が小さく、中東地域のようにバンバン石油が出るわけでもないからです。世界で200ぐらい国がある中で日本は国土面積ランキングで61位に過ぎません。では日本のどこでそんな膨大な資源が取れるのでしょうか。そう、それは海底なのです。国家には海の支配権もあり、国連海洋法条約によって排他的経済水域 EEZ というものが定められています。排他的経済水域はその国の国土から200海里約 370km を超えない範囲で設定することができ、その範囲内において天然資源の探査・開発などを含めた経済的活動をする権利が認められているのです。つまり排他的経済水域の範囲内の資源はその国のものってことですね。では日本は排他的経済水域の面積をどれくらい持っているのでしょうか。国土面積で日本は61位だったことを考えると、あまり期待できないのではと思われるかもしれません。早速ランキングを見ていきましょう。第1位はアメリカで762万平方キロメートル。2位と3位はそれぞれオーストラリア、インドネシアとなっています。まあいずれも国土面積の大きい国ばかりなので納得ですよね。第4位はニュージーランド、5位はカナダとなっています。そして驚いたことに、なんと日本が世界第6位で447万平方キロメートル、5位のカナダが470万平方キロメートルなのでほとんど差がありません。そう、日本は多くの島を保有しているため排他的経済水域がめちゃくちゃでかいってこと。つまり日本は世界有数の海洋大国だったのです。ですからその広大な海底に膨大な資源が眠っているってわけですね。では海底にはどんな種類の資源が埋蔵されているのでしょうか。陸上であれば金鉱山で金が取れるなど資源の取れる場所は分かりやすいですが、海底はちょっとイメージが難しいかもしれません。海底の資源は海洋エネルギーと海洋鉱物資源の2つに大きく分けられます。海洋エネルギーは石油、天然ガスとメタンハイドレートの2種類。石油、天然ガスとは海底数千メートルから石油を採掘するいわゆる海底油田のこと。ヨーロッパの北海油田なんかが有名です。メタンハイドレートとはメタンガスが水分子と結合し氷状の物質となったもの。火を近づけると燃えるため燃える氷とも呼ばれているんだそう。メタンハイドレートは石油に代わる次世代エネルギー資源として期待されており、なんと日本近海にも大量に埋蔵されているのです。日本はメタンハイドレートの採掘に関しても世界有数の技術を保有しており、2013年と2017年には愛知県渥美半島沖水深1000メートルの海底下から
それぞれ12万立方メートル、20万立方メートルのメタンガスの採掘に成功しました。課題も多いですが、日本はメタンハイドレートの開発が着実に進められていると言えるでしょう。では次に海洋鉱物資源について見ていきましょう。海洋鉱物資源には海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン段階、レアアースデイの4種類があります。実は今日本で新たな鉱物資源として注目を集めているのが海底熱水鉱床。海底熱水鉱床とは、海底深部の火山活動によって海底から噴き出した250から300度の熱水に含まれる金属が冷却し沈殿することで形成された鉱床のこと。なんと海底熱水鉱床には銅、鉛、亜鉛などのベースメタルに加え、金や銀などの貴金属、ゲルマニウムやカドミウムなどの貴重なレアメタルも含まれているのです。金や銀が高価な金属だということはお分かりだと思いますが、レアメタルはそれ以上に貴重な金属。レアメタルはスマホやテレビ、パソコン、電気自動車など現代のハイテク製品の製造に不可欠なためですね。しかも海底熱水鉱床は日本の伊豆諸島と小笠原諸島、そして東シナ海、与那国島までの海底に広く分布していることが分かっているのです。調査によれば、なんと伊豆小笠原海域では10万トン、東シナ海、与那国島海域では740万トンもの資源量が確認されました。そう、冒頭の80兆円はこの海底熱水鉱床の価値のことだったのです。ではなぜ日本近海にこれほど大量の海水熱水鉱床が存在しているのでしょうか。それは日本が世界有数の火山国だからです。先ほどもご説明した通り、海底熱水鉱床は火山活動による熱水に金属が含まれているので、火山の数が多いほど多くの海底熱水鉱床が形成されるってわけですね。いや、これはとんでもないものを発見してしまったものです。ただ実際に海底からこれら希少金属を採掘できなければ意味がありません。もちろん日本がこの宝物にただ指を加えて見ているはずもないですよね。日本は2007年に海洋基本法、2008年に海洋エネルギー鉱物資源開発計画を策定し、計画的に海洋資源の開発を進めてきました。その一環として、経済産業省と石油天然ガス金属鉱物資源機構が中心となり、海底熱水鉱床プロジェクトもスタート。そしてついに2017年に世界で初めて沖縄沖の水深約1600メートルの海底で海底熱水鉱床の掘削に成功したのです。その掘削方法は、集積した海底熱水鉱床の鉱石を直径約3センチメートルに砕き、水中ポンプで海水とともに連続的に地上に上げるというもの。重い鉱石を詰まらせることなく吸い上げるという困難な作業にもかかわらず、数十分間の連続採掘を16回行い、なんと約 16.4 トンもの鉱石を引き上げたのです。それだけではありません。2018年には引き上げられた鉱石から金属を製造することにも成功。鉱物から金属を抽出する精錬技術の開発も着実に進んでいることが分かりますね。こんなプロジェクトを世界で初めて成功させるなんて、日本の技術力恐るべしじゃないでしょうか。ただいいことばかりではなく、課題もたくさんあります。一つは経済的な問題。海底にあるものを海上に引き上げ、さらに地上の設備に持っていくことは容易ではありません。海底熱水鉱床の場合、水深700から3000メートルという深海から鉱石を持ってこなければいけないので、そのコストはかなり高くつきます。つまりコストを下げるためのさらなる技術開発が急務ってことですね。もう一つは環境問題。海底の採掘は騒音、重金属汚染、
大量の堆積物の噴出を引き起こす可能性が高く、海底の生態系のみならず、魚など海の生物の生態系にも重大なリスクをもたらす可能性があるのだそう。日本では長年にわたって海底の環境データを取得するとともに、周辺環境への影響を評価するための手法を策定するなど、環境影響に関する取り組みも着実に進められています。また海洋鉱物資源の残りの3つについてもかなり有望なことが分かっています。コバルトリッチクラストとは、海山を覆うコバルトを含むマンガン化合物のこと。海山の水深約1000から2500メートルの山頂部から斜面にかけての岩石を厚さ5から20センチメートルのアスファルトで覆ったように分布しています。どのように形成されるのかはよく分かっていませんが、その成長速度は極めて遅く、100万年でわずか1から6ミリメートル程度しか堆積しないと言われているんだとか。コバルトはリチウムイオン電池に使われるため、自動車の電動化を背景に世界で需要が増大すると見込まれている重要なレアメタル。日本の南鳥島海域に分布していることが確認されており、2028年までの商業化を目指しています。お次はマンガン段階で、銅、ニッケル、コバルトなど有用金属が含まれる直径2から10センチメートル程度の塊のこと。主にハワイ沖やインド洋などの水深4000から6000メートルの海底に埋まっています。マンガン段階が分布する海域のほとんどは排他的経済水域の外側、つまり公海上の海底にあるため、日本は1975年からハワイ沖で調査を開始しました。3つ目がレアアースデイ。その名の通り、海底に粘土状に堆積したレアアースを含む泥のこと。日本ではコバルトリッチクラスと同様に南鳥島海域に存在していることが確認されています。レアアースは日本語で輝土類元素や重輝土類元素と言われるもので、産出量が少なく希少価値があるレアメタル希少金属の一種。全部で17種類あり、少量加えるだけで素材の性能を飛躍的に高めるため、産業のビタミンとも言われています。じゃあレアアースデイを採掘しまくればいいじゃないかとなるのですが、そうは問屋が下ろしません。もちろん日本も技術研究を着実に進めているのですが、水深4000メートルを超える深海部に分布しているレアアースデイを引き上げる技術開発にまだ課題がある状況なのです。このように現在のところ4種類の海洋鉱物資源の中では海底熱水鉱床が最も有望と言えるのではないでしょうか。日本は鉱物資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。しかし海底熱水鉱床が発掘されれば、日本は輸入に頼る必要がなくなるどころか、資源大国になれるかもしれません。日本の国益に大きな影響を与える海洋資源の開発に期待せずにはいられませんよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。